本日11月8日誕生日を迎え36歳になりました。たくさんのメッセージをいただきました。応援していただいている皆様、いつもありがとうございます。またこういった釣り動画のようなオープニングになってしまい大変申し訳ございません。いろいろとご報告があり、このような形でお送りしております。みふえ FP 保険チャンネルも始まってからもうすぐ2年になります。保険募集人の方や FP 業の方向けに役に立つ情報、面白がってもらえる動画を自分なりに考えて撮ってきました。 YouTube を始めてなかったらお会いできないであろう業界の超有責な方とお話しさせていただいたり、経験できないようなことをたくさんできて本当に感謝しかありません。 YouTube を見てとても勉強になった、営業に役立てられるとか、業界に転職を決めた、代理店に行こうと思ったなど、様々なメッセージをいただきまして、あ、実際に役に立っているんだなと、やっててよかったなと思うことばかりです。しかしながら、このみふゆ FP 保険チャンネルはまだまだチャンネル登録者数が少なく、再生数もまだまだのため、収益で言うと月に1万円程度入るか入らないかです。月1万円では満足に生活することができません。少しでも応援している何かでお返ししたい、そんなお気持ちが少しでもあるようであれば、チャンネル登録を周りの募集人様に進めていただく、もしくは弊社保全サービスのつなぐんのご紹介をよろしくお願いします。つなぐんは募集人様の保全をより便利にするウェブアプリです。使っていただいている方は1ヶ月 MDRT に行っている方、月に5件以上新規案件を獲得している方など様々いらっしゃいます。使えば成果が出る、お客様の満足度も上がる、最高のシステムだと自負しております。紹介された方もこんなにいいシステムを紹介してくれてありがとうと、紹介者にもきっと感謝されるかと思います。こんなにいいことがあるのでしょうか。しかしながら、紹介依頼をこちらからかけさせていただくと、忙しそうなので紹介していいかわからなかったなど、謎の返答をいただくこともあります。お気遣いありがとうございます。これは保険営業でもあるあるなのではないでしょうか。決して断じて忙しいから紹介を受けられないなど、そんなことはありません。本当に心の底から紹介が欲しいです。保険営業の方と一緒で、私もご紹介が何よりも嬉しいです。保険営業時代に全くうまくいかなかった紹介話法がつなぐんでもうまくいっていません。ただ単に私の営業力不足でございます。みふゆおめでとうの気持ちが少しでもあるのであれば、どうかどうかご紹介のほどよろしくお願いします。もちろんただでとは言いません。今回紹介キャンペーンとしてつなぐん使用料を1ヶ月間無料、もしくは火災保険リーズを3件無料プレゼントいたします。どちらかお選びください。概要欄にアンケートを貼っておきますので、ご紹介ができるよという方はそちらに紹介できる募集人様の名前と連絡先をご人記入お願いします。 P 社の方式を取らせていただきます。公式 LINE からも無料相談予約メッセージを受けたまりますので、そちらからもよろしくお願いします。本日はありがとうございました。